じゃあ多用車の軽トラ、ちょっとガソリンがもうエッチ近いんでガソリンを入れに行こうと思うんですけど、まあ、その際にこの軽トラ1台だけガソリン入れに行くってちょっと無駄が大きいんで、それでこのガソリンの蛍光管空いてるものがあればガソリンを一緒に入れてもらいます。でその際なんですけど、例えばね、これはもうほとんど満タンぐらい入ってるね。これとこれは半分ぐらい入ってるって時に、まあ、残してるとまた買いに行く手間が増えるんで、ちょっとこれを半端に余ってるガソリンをフォークリフトに入れちゃいたいと思います。まあ、今ね、こうやってノズルが蛍光管についてるんだけど、これをここにキャップの代わりにはめてもらう。で、エア抜きを軽く開ける。で、フォークリフトのガソリンの給油ここなんで、これでこういう風に入れちゃってください。フォークリフトでね、ガソリンスタンドに行くってことはちょっとできないので、まあこの軽トラとかでスタンドに行く際に蛍光管のガソリンをフォークリフトに移して、で、ついでに蛍光管も一緒に満タンにしてもらうということですね。まあどんな作業でも言えることなんだけど、なるべく複数の作業が同時にできるんだったらした方がトータルで見て作業効率は上がりますよね。なので、まあ、畑に行く際とかね、作業車のガソリン残量をよく見といて、まあ、少なくなったら報告してもらう。でもし、まあ、自分がいないときはね、こうやって蛍光管も一緒に満タンにしてもらうことでスタンドまで走りに行く手間が手間とかあるでね、スタンドに行くことの意味が増えます。これもちょっと全部入れちゃおうと思います。まあ、フォークリフトももうエンプティー近かったんで、で、農業に使う機械、まあ軽トラ、2トントラック、フォークリフト、トラッカー、管理機、まあ、他にもね、例えばバリカンだとか、あと何があるかな、まあ、いろんな機械があると思うんですけど、それぞれ使う燃料が違ったりするんで、よくね、燃料給油する際は使用燃料を確認してから入れるようにしてくださいね。もしもこうね、ガソリンエンジンに軽油入れちゃうとか灯油入れちゃうとかするとエンジン壊しちゃいますので。で、ガソリンなんですけど、まあ、よくあのレギュラーガソリンとハイエクガソリンってあると思うんですけど、レギュラーガソリンを必ず使うようにしてください。ハイエクガソリンっていうのはオクタン化ってアンチノック性が高くなってるガソリンなんだけど、まあ高性能エンジンとかにしか使いませんのでね、大きく軽トラその他もろもろ基本レギュラーガソリンを使ってください。じゃあ
交換全部済んでスタンドに行きたいと思います。一回来てください。